私たちミナナロがデビューした日、6月22日。はい、皆さん、もちろん6月22日、何の日か分かりますよね。何だと思いますか？富士山世界遺産登録。ありがとうございます。はい、そうなんです。富士山世界遺産登録された日に私たちミナナロデビューしました。その日に披露させていただいたデビュー曲私の世界遺産を今から披露したいと思います。それではお聴きください。私の世界遺産。おめでとう、ここに登録します。いつまでも残したい、あなただけを。ワンツースリーゴの話。どこって決まってるじゃない、話題のさ。だからどこ？マジでわかんない。好きな子でもいる？まさかいないわよ。相変わらず疎いわね。優勝は抜けいけ、それどころか抜けいけ。